はい、1362回始めます。はい、よくです。今日本当はね、昼間ここで撮ってたんですけど、ちょっと、お客さん来てしまって、夜に撮り直しです。はい、ドキュメント72時間、兵庫西宮市のマンボウトンネルにてっていうことで、ちっちゃなトンネルがあるんですね。日本一ちっちゃいんじゃないかっていうようなトンネルで、面白かったですね。これと、日本文教、マンボウトンネルと兵庫の、あともう一つ、木曽路、初夏の木曽路にてだったかな、初夏の木曽路を行く、これですね。岐阜と長野にまたがる旧中山道のね、宿場街っていうか、そこの、木曽路のこの2本見ましたんで、ちょっと喋ります。はい、まず兵庫西宮マンボウトンネルにて、高さ130センチ、日本で一番小さいトンネルとかなんとか、言ってるとか言ってないとかいうところ、通りやすいとはね、決して言えないようなトンネルなんですけどね、130センチですから、大人だったらね、身かがめながら取らなきゃならないと。長さが25メートルぐらいあるみたいですね。にもかかわらず結構ね、人を引き寄せると、便利っていうのもあるんですけどね、ショートカットする上で、便利っていうのもあるんだけども、人を引き寄せるというトンネル。兵庫県西宮市甲子園球場、があるので有名ですけども、大阪と神戸の間にある、ベッドタウンですよと。私なんか東北の人間からするとね、この地理関係よくわからないんですけど、そうかと、大阪と兵庫の間にあるんだということで、大体わかりますね、これでね。で、JR 神戸線の線路下にそのトンネルはあると、ね、JR 神戸線っていうのがあるみたいですけど、そこのトンネルみたいですよと、で、5月28日の日曜日から、ドキュメント72時間撮影スタートということで、そのトンネルね、電気はついてるんですね、で、手すりもついてると、で、中にちょっとね、側溝みたいなところがあってね、で、長さはおよそ25メートルということで、最初、親子連れ、ね、お母さんと息子さん、昨日ママがね、頭ぶつけたんだよみたいなことを言う、よく喋るね、息子さんでしたね、可愛かったですね。はい、で、息子に誕生日のプレゼントをね、ちょっと早いんだけども買いに行くっていう、その途中でね、今息子はね、阪神にハマってるんだっていうことで、あの辺の人たちは大体阪神ファンになるのかな、プロ野球で言ったら。はい、で、トンネル入る前にね、覗いて、トンネルの中覗いてね、向こうから来てないかっていうのを、確認すると。で、先に入った人を待つっていうのが、暗黙のルールみたいな感じでね、はい、あと散髪帰りの男性いましたね。はい、隣のトンネルはね、線路、JR 神戸線の線路のトンネルなんですけど、これ、線路っていうのはね、どこもそうですけど、結構分断するんですよね、地理的にね。で、トンネルっていうのは重要になってくるんですけども、このマンボウトンネル、このちっちゃなマンボウトンネルの隣っていうのは歩いて5分ぐらいかかるんで、やっぱりこのマンボウトンネルあるのとないと全然違うみたいですね。はい、ゴミ拾いをしてる62歳元教員の方いましたね。週に2回ぐらいはゴミ拾いしてるんだってことで、みんなね、思いっきり放っていくからねって言ってね、50年以上このトンネルを見てきたと。で、昔はね、ここにカニが住んでたんだよみたいなこと言ってましたね。ずいぶんね、50年以上このトンネル見てきたっていうことで、例えば30年、50年前って言ったら、全然その周りの景色とかね、違ってたみたいだし、あとトンネル自体もね、ちょっと低いところにあるのかな、あれ、カニとかね、それ系のも住んでたみたいですね。はい、で、トンネルにね、みんないろんなものを捨てていくんだって言ってね、やっぱ関西の人は放っていくって言いますね、思いっきり放っていくんだってね、捨てるって意味ですよね、ゴミ捨てるっていうことで。はい、ホールってね、あんま言わないですからね、こっちの人、私の方の東北とかでは。はい、で、あと、誰かがね、マンボウトンネルっていうこの名前の由来ね、これがちょっとまだ分からないというか、いつの間にかにマンボウトンネルって呼ばれるようになったと。で、誰が名付けたかもよく分からない。ただしっくりきますよね、あそこマンボウトンネルっていうとね、なんとなく、
絶妙なね、こういうドンピシャな名前って誰かがね、決めるっていうかね、呼び出すとね、定着するんですよね、不思議なことにね。はい、で、田園地帯の用水路として明治時代に作られたと、うん、明治時代にこのトンネル作られたんだよと、うん、田園地帯の用水路として。で、まあ、昔はあの辺、今住宅地になってますけども田園地帯だったと、うん、で、団地に変わってね、住宅地に変わって生活道路の、役割になったんだということでね、昔は用水路だったと、農業用の。だから、カニとかなんとか住んでたんですね、昔ね。はい、で、夜9時過ぎ、自転車を押す人が、ということで、なんか、辰巳ゆうとっていう演歌歌手なのかな、その人の、歌唱キャンペーン、まあ、コンサートみたいなものなのかな、ミニコンサートみたいなのに行ってきたっていうね、70歳の女性。うん、昔ね、一回だけね、イモリとかヤモリがね、上から落ちてきたんだ、なんて言ってね、この人言ってましたね、70歳の女性ね。うん、辰巳ゆうとくんなんつってね、CD とか出してましたよ。はい。で、5月29日月曜日、朝6時前、向こう側にね、トンネルの向こう側に駐車場があって車止めてるんだっていうね、なんかマット交換の仕事をしてる方でしたね。うん。あと、学校の先生、月曜日はしんどいんだ、とかね、言ってましたね。はい。もう8時台はね、通勤ラッシュですよということで、いろんな人が行き交うと、うん、で、74歳の女性、今からスーパーに行くところなんだと、昔ね、訪問介護してた時に毎日のようにね、このマンボウトンネルを往復してたんだと、行ったり来たり行ったり来たりね、うん、で、主人がね、37歳の時に亡くなって、うん、他界して、そっからね、もう子供も いたんでね、ハングリー精神で、ただひたすら頑張ってきたみたいなこと言ってましたね。はい、まあ、37でね、お子さんいてって言ったらね、ご主人亡くしてって言ったら大変ですよ。うん、それこそ今も新ママじゃないですけど、うん、で、子供がいてたからね、大変だよなんてね、この、うん、子供いてた、このいてたっていうのがね、言いますね、あっちの人ね。うん、はい、この辺りの景色は昔とすっかり変わってしまったと、うん、特に阪神大震災以降、すっかり変わったって言ってた人いますね。はい、あと52歳の会社員の方、うん、こっちで雨降ってなくてもね、向こう側で雨降ってることあるんだよって、奥さんとよくそういうこと喋るんだって言ってね、まあたった25メートルだけど、ね、川端康成のね、雪国という小説でね、トンネルを抜けると雪だったみたいなね、始まりありますけども、ほんとこの25メートルのね、ちっちゃなトンネルだけども、それでもね、向こう側とこっち側ではちょっと別世界みたいなことあるんですね。はい。高校2年生の娘さんとお母さん、この娘さんの方がね、なんかマンボウトンネルテーマにした文章、なんか論文っていうのかな、小論文みたいなのを書いて、なんか賞をもらったみたいなことを言ってましたね。はい。で、5月30日火曜日に入って、77歳の女性、うん、腰が痛いっていうことでね、病院に行くんだって言ってたんですけど、昨日ね、注射6本腰に打ったんだって言ってたんですけどね、どうも医者の代わりにパチンコに行くんだっていう、もうニコニコして喋ってましたね。パチンコ好きなんでしょうね。はい。パチンコね、私もやった時期ありますけど、腰痛めるんですよ。うん。ずーっとね、動かないでね、座ってるんでね。で、昨日注射6本打った人、またパチンコ行くのみたいな。余計、それじゃないの、腰の痛みはっていうね、私に言わせると。でもあれ好きなんですね、おっかさん。はい。あと、中学生の息子さんがね、ちっちゃい時に、よくここのトンネル、うん、に来て、電車見に来たんだと。で、トンネルの中でね、電車が通る音、もう音でね、もうどんな電車が通ってるか聞き分けられるって言ってましたね。普通電車なのか、うん、特急なのか。はい。で、うん、素敵なお母さんでしたね、ニコニコしてね。はい。品のあるお母さんでしたよ。あと散歩中のね、ワンコ、これトンネルに行きたがってましたね。あれファンが何かですかね、あれね。うん、可愛かったですね。もう必死にね、トンネル入ろうとしててね踏ん張ってましたよ。はい。あと、さっきね、上品なお母さんいたんですけども、息子さんがね、中学生だって、ちっちゃい時にね、息子とよく電車見に来たって言ってた人いるんですけども、そしたら、うん、お母さんが家に帰ってね、息子さんに喋ったんでしょうね、今 NHK で撮影してるよみたいな。そしたら、この息子さんやってきてね、なんかいきなり来るなり、なんか今恋愛事情喋り出しましたよ、本人の。ちょっと変わった息子さんでしたね。今恋愛してます、好きな子がいるんですみたいなこと言ってね。はい。将来は電車の設計図を作る仕事に就きたいということでね。はい。やっぱり電車好きなんですね、男の子はね。私はね、
身の回りにね、あんまりね、電車なかったんでね、あの電車好きではなかったんですけども、はい。あと83歳の女性ね、トンネル通るのは嬉しいんだと、うん、どうもこれ学校の先生、だったみたいです、なんですけど、この女性ね、旦那さんもね、あの学校の先生だったみたいなんですけど、旦那さんが定年後すぐに癌になって亡くなってしまったと、割とすぐにね、はい。でこの女性も教員でね、あの旦那さんが定年になった時にね、お前辞めて一緒に夫婦旅行とか自由に過ごそうよって言われてたんだけども、あの奥さんの方、うん、は一応ここまでやったんだから最後まで、うん、全うしたいみたいなことで仕事続けてるうちに旦那さんがね、早く死んでしまったということでちょっと後悔してましたね、うん、なんか分からんでもない、はい、分かりますよ気持ち、うんね、夫婦でね、定年後夫婦旅行行ってあげたかったみたいなね、ちょっと後悔に残ってるみたいなこと言ってましたね。で腰かがめてね、このトンネル通るのがワクワクするんだみたいなことでね、いいね、女性でしたよね、高齢のね、うん、品のあるね、品のある女性は素敵ですね、やっぱりね、はい。あと川べりの歌ここで流れて、うん、3時の母ね、ここを通らないと保育所のお迎えに間に合わないんだっていうことで、このトンネルね、ショートカットで使ってるんでしょ、毎日ね。あとこの近くに住んでる青果店で働くっていう女性ね、このトンネルを通ると仕事モードになるんだと、うん、でまたこのトンネル通るときに主婦のモードに変わると、なんか切り替えスイッチみたいな、うん、まあ25メートルのね、空間、狭い空間ですから、なんか別世界に、異空間に行ったような感じになるんでしょうね、おそらく、はい。ということで、兵庫西宮のマンボウトンネル見ましたよ、はい。確かにね、あそこ行ってみたいなと、うん、どんなものかね、まあ見ればこんなもんかっていう感じなんでしょうけど、で確かに130センチのトンネルなんて私通ったことないですね。あの鍾乳洞ならあるんですけど、鍾乳洞じゃなくてトンネルですからね、日常使う、はい、珍しいなと思います。あのなんかなんとか珍百景っていうね、テレビありますけど、そういうのに出てきそうな場所でしたね、はい。あと初夏の木曽路を行くっていうことで、次2本目、うん、まあ、島崎藤村の夜明け前っていう小説、うん、木曽路は全て山の中にある、違う木曽路は全て山の中であるっていうね、出だしで始まるみたいですけども、番組で紹介したんですけど、私は読んだことないですけどね、この夜明け前、なんか中山道みたいですね、旧中山道で、外国人の人がね、ザ・サムライロードとか言っててね、うん、あと参勤交代でも昔ね、もちろんここで通ってたはずって言ってた人いますね、はい。長野県と岐阜県にまたがる山の道ということ、木曽路、うん、で長野県南部の南木曽町、うん、ここ江戸時代妻子と呼ばれる宿舎、宿場だったと、うん、宿場、うん、宿場町だったみたいですね、妻子と。今も妻子っていう、ふうに呼ばれてるみたいですね、はい、地名っていうのかな、あるみたいですけど、で6月4日日曜日から撮影スタートということで、江戸と京都を結んだ中山道ですね、旧中山道、この、うん、通りですよということで、で途中にね、豪快なでっかい滝があったりね、で、うん、人がね、行ったり来たり、向こうから来たりこっちから行ったりということでなんですけど、向こうから来た人と出会うと、うん、季節ごとね、73歳名古屋から来たっていう方ね、季節ごとね、4回はこう来るんだっていうね、春夏秋冬、うん、っていう年配男性ね、名古屋から来てここを歩くと年に4回、いやいい趣味ですよこれは本当にね。あと海外の方結構来てましたね、ドイツとかスイスとかアメリカとかね、いろんなところから、何かガイドブックかなんかに紹介されてるんでしょうね、サムライロードとかなんとかって名付けてね、うん。あと子供たちがいっぱいいるグループありましたね、これどうも3家族、うん、昔ねヤクルトレディやってたっていうね、女性お母さんたちの、まあ、ママ友グループなんでしょうね、3家族が愛知県から、うん、もう仲良し家族ですよ、仲良し3家族が、まあ、ハイキングに来てたということです。賑やかで良かったですね、コンビニがないのがいいなんて言ってたんですけどね、最後コンビニはないかみたいなね、自販機で盛り上がってましたね、やっと見つけたみたいな感じで、はい。あとまあ妻子っていうところと馬込っていうところかな、ここの、うん、歩くというようなコースだったみたいですけど、古い建物ね、一軒の、うん、割と大きめな、ここお茶屋さんみたいな感じで、
お茶屋さんね、まあ昔中山道の頃からあるお茶屋さんなんでしょうね。あの行き交う人々がお休みするスポット、うん、お茶出しスポット、お茶が飲めるスポットということ。オランダとかオーストラリアの人とかね、海外の人が特に多く、まあ囲炉裏とか囲んでね、お茶飲むみたいな風情があるような一軒ありましたね。ここ75歳の茶屋の当番の男性ね、うん、この人が言ってましたね。はい。で、江戸時代も、まあ、茶屋だったという建物、うん、ここ今、当番でね、4、5人ぐらいで、当番でこの茶屋維持管理してるみたいですけど、なんと5万人が年間5万人がここを訪れるということです。で、アメリカから来たっていうサーモン漁師いました。自転車で1ヶ月、ね、かけて日本を旅してるっていうことで、服がね、なんか侍っぽい、うん、昔の江戸時代っぽい服装だったんですけど、それどこで買ったのってね聞いてたら、なんかドン・キホーテで買ったって言ってましたね。はい。アメリカの漁師さんですよ。若いね、あれ20代かな、うん、少しねちょっとぶっ飛んでましたね。ああいう人いるんですよ、海外に。私もね、海外いろんなとこ行きましたけどね、ビーチリゾートとか、結構みんな、なんていうのかな、漁師さんとかトラックドライバーとかね、1ヶ月2ヶ月ぐらいの長期取ってゆっくりしてるんですよ。これね、日本人はあんまりやらないですね。日本人の例えばトラックドライバーの方とかね、漁師さんとか、海外に行ってのんびりするなんていうの見たことないですよ。これね、アメリカからのこのサーモン漁師、うん、本当にね、自由な感じでね、満喫してましたね、自転車でね、1ヶ月の日本の旅。はい。いや、非常にちょっと日本と海外の空気の差っていうのを感じますよね、ああいう姿見ると。はい。あと42歳の中津川の男性、この人ランニングしてましたね。月に2回は走ってるっていうね。あ、いましたね、この人ね。なんかお子さんがいらっしゃって、うん、早く帰んなきゃとかなんとか言ってましたね。うん、面倒見なきゃみたいな。はい。で、6月5日月曜日、うん、朝6時過ぎ、70歳の昨日と違う男性が中山道のあそこ、あ、違うな、6月5日月曜日ね、70歳の男性、ここの、掃除をしてる人がいたと、うん、道をね、保守管理してるんだと、石畳とかね、うん、やっぱりね、ああいうところ、観光地、もう石畳とも、やっぱりね、時間経つと崩れたりする、ね、壊れたりするところがあると、そういうところ、修復してましたね、はい。維持管理するの大変なんでしょうね、ああいうところね、はい。あと茶屋当番の79歳男性、昨日の茶屋の当番の人と変わってましたね。だいたい 4、5人ぐらいで回してるみたいなこと言ってました。はい。薪割りとかね、あと囲炉裏の準備とかしてましたね。風情ありましたね、あの囲炉裏ね。あそこでね、作ったお茶飲んでみたいですね。はい。25歳アルバイトの男性、次出てきて建設関係の仕事をしてきたんだけども、まあ挫折して今アルバイトしてるということで、まあ建設関係の、まあ25歳挫折っていうか、なんていうかね、まあ仕事で嫌なことあったのか、体力的に持たなかったのか、人間、まあ多分人間関係でいろいろあったんだと思いますけど、まあまあ気にする必要ないですよ、若いし、うん、何の仕事でもね、うん、人間関係ありますから、うん、今ね、日本ね、大人社会もいじめ大変だしね、子供社会もいじめ大変だし、ヘンチクリンなのもいっぱいいますからね、本当に。パワハラやらセクハラやらね、モンスター級のいますから、まあ気にしないことです、ゆっくりアルバイトしてね、うん、20代なんだから。で、6月6日火曜日、立派な家屋ね、ありました。あそこ宿屋さんですね。75歳民宿経営してるっていう男性の方出てきましたね。畑とか田んぼとかで、その民宿で出してる、うん、宿で出してる食べ物はほとんど作ってるんだと。で、なんと、うん、魚ね、養殖もしてるっていうことで、言ってましたね。若い頃、20代30代ぐらいの時にね、この75歳の方、修行に行って養殖覚えたみたいですね。で、うん、もうその民宿で出す食べ物といったら、もう魚もそうだし、米もそうだし、野菜もそうだし、自家製ということで、いやー頑張ってましたよ、ね、やっぱり気持ちが大事だみたいな、まあ、民宿でも何でもそうですけど、やっぱりね、コロナでも人途絶えたし、昭和40年代、50年代、60年代に比べると、客数もすっかり減ってるけども、うん、みたいなこと言ってましたね。長く民宿とかやるにしても、やっぱり気持ちが大事だと、ね、意志というかね、まあ、サーモン養殖するぐらいですからね、海がない
場所ですんで、うん、まあ魚って言ったら養殖ぐらいしかないんでしょうね、うん、するしかないと、魚をね自給自足しようとしたら、いや頑張ってましたよあのお父っつぁん75歳ね、はい、あと55歳のいちご農家、いちご栽培してるっていう方ね、この人愛犬と旅行してたと、いちご栽培をしてると、うん、なかなかあの年中ね、時間が取れないとね、まあ農家さんそうなんですよ、もう休めないですからね、うん、一年中ね仕事ありますから、なかなか休みが取れないと。でこの方はお父さんが倒れたと急遽ね会社辞めて、そのいちご農家引き継いだみたいでね、で亡くなる前にちょっと、まあお父さん元気な時、元気っていうかね、まだ生きてる時に、あのいちごの作り方とかね、あの栽培の仕方いろいろ聞きたかったんだけども、もう喋れない状態になってて、もう全然いちごのことなんかね何一つ分かんない状態で引き継いでしまって、もう大変だったと、うん、55歳の方言ってましたね。ようやくここ4、5年ぐらいだよと、満足いくようないちご作れるようになったのということでね、55歳の方ね、愛犬2匹とね、一服いちご栽培一服してる時間だったんでしょうね、散歩に来てました。はい、で6月7日最終日ね、あのお茶屋さんの裏にはカモシカが出るんですね。あの辺り出るでしょうね、山深いとこですからね、カモシカ、うん、で木曽路のガイドの研修で来てたっていうね、あの女性グループの人たちね、まあ、年配のあの方々が最後、うん、出てきましたけども、まあそんな感じで木曽路を行くと初夏ということで、私ね行ったことないですけど、まあこういうの見るとね、あのマンボウトンネルにしてもここにしても木曽路にしても一回はねなんか行ってみたいなって気になりますね。やっぱりこのドキュメント72時間ね、スポットスポットいいところ紹介しますよ、魅力的な日本の、うん、はい、で行き交う人々ね、こうやって映してね、いいですねっていうことで、はい、見ました、ドキュメント72時間皆さんどうだったでしょうか。マンボウトンネル良かったですね、私は個人的には。はい、ということで終わりにしたいと思います。1362回、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。失礼します。